ちょっとホームが狭いのね、ここ。西岐阜駅到着しましたよと。ここは名所案内ってあるのかな。なかなかこの辺りとか列車の待つのにはまあ制約ありますよね。で、あるかな。これまでのように快速新快速がポカポカ走ってきますけどね。いや便利ですね。まあ新しい設備もね。そこなんだ。まあ容赦長いですからね。どうかな。ここが入り口なんだ。大垣行きが到着します。この駅の構内にはではないんですね。いい感じで電車も入ってきますよ。大垣行きですね。62の8両編成で組む、6たす2で組むんですね。まあ、とりあえず駅の上に乗りましょう。そうか、この駅には観光案内はないんですね。ちょっと西岐阜駅でも降りましょうか。さあ、駅の改札まで出てきましたけど、西岐阜駅は有人駅なんですね。電線切符ではちょっと特急券とかもここで買えるんですね。便利ですね。で、四日市までは1340円。あ、でも今日はね、あれだ、名古屋までは590円なんだ。西岐阜駅ちょうど上に登ったところに京城改札みたいな感じであるんですね。で、タクシー乗り場とかはこっちにあって、北口南口に両方行けるような感じなんだ。面白い構造ですね。で、北口の方に行けばいいみたい。あれかな、駅の感じからして後からできたのかな、この駅が。それで観光案内はあっちの方にあるのかもしれませんね。とはいえね、ナビタイムで調べると思いっきし岐阜駅からバス乗ってって出てましたけどね。まあ歩くと40分ぐらいかかるってなってましたけど、まあ今日はもうどんどん歩いていきましょう。天気もいいですし、何よりねこの辺りの、散歩はね平地なんで楽だわ。めちゃくちゃ楽だ。ってことで、ちょっと場所だけ確認してね、ぼちぼち歩いてってみようかなと思いますよ。ナビタイムの地図の方が見やすいんだよな、正直。で、あ、これね、西岐阜からこの、なんて呼ぶんですか、おっつじ。あ、これで、オフシンジっていうらしいです。1.2 キロだから、直線で 1.2 キロだから、まあ、行けん距離じゃないですからね。一番早いのは、もう、やはり、徒歩で行くのが早いみたいですね。一応、岐阜前まで歩いて、バスを使うっていう手もあるらしいですけど、まあ、220円で、ね、あれですし。20分かからないんでしたらね、これで行っちゃいましょう。で、おー、桃太郎が走ってくよ。せいの。ね、俺たちは今から大垣に向かうんだって感じですよね。これ東京から当然走ってくるわけですけど、やっぱこの西濃地方でね、西濃のやつを見るとね、おお、ホームタウンに戻ってきたんやなっていう感じがありますよね。進み方も堂々とした感じがありますよね。ここはホームやぞと、ね、西濃のホームやでと。ちなみにあれですもんね、バス停も西濃運輸前ってありましたもんね。あそこは多分西濃運輸の本社のところなんでしょうね。長いですよね。で、こっからは貨物の通常のコンテナですよね。で、あのコンテナでかいよな。あれ、でも、この性能のコンテナってでかいけど、荷さばきどうやってやるんだろう。これは、
コンテナも、あのコンテナ上げるリフターも相当、あの JR の四日市駅に出入りしてたんでね、あの普通にあの近くをね、あのこのコンテナ上げる、超巨大なフォークリフトね、うん、が走ってるところをね、配達もやってましたけど、あれで行けるのかな。あ、でも行けるんだろうな、多分横出して、おお、すげえ。今度はヤマトでしょ、ヤマト福津。それぞれホームの感じですね。いやー、貨物物流もやっぱ盛んですね。すごいな。って言ってる間にね、試合終わりましたよ。あ、結構すんなりと、もうこのまま駅北側をずーっと歩いてったら行けるみたいなんで、ちょっとこれで行ってみましょう。よし。まずここを北に行って。下に行って、そうすると大通りに出れるみたいですよ。突き当たりを右に曲がってくださいって出ましたね。分かりやすいな、このナビ。ちょっと顔面が暗くなってるかな、あれですけど。こんな感じでね。おっと、見える？こんな感じで今いる位置とこうずっと分かるような感じになってますね。で、一回突き当たりを道に曲がってましたみたい。てか、この通りなのかな？ルートから外れてますね。この前の道を通れっていうことだったんでしょうね。ここを。多分もう大丈夫。この道まっすぐ行きゃいいですか。しょっぱなからナビ従ってないっていうね。まあ私らしいですけど、フィットが走っとる。あら、綺麗ですね。よいしょ。桜の時期が終わってもいろんな花が咲きますからね。全然沿線歩いとったら綺麗でいいじゃないですかね。まあまあ、桜は桜で欲しいですけど。で、またミニストップが出てきたぞ。あ、結構順調に歩いてますね。進んでる。480m 先まで特に何もないみたいなんで、ずっとこのまま行っちゃいましょう。字は違いますけど、この字で尖閣。すごいですね。そうきたか。ソロバンスクールなんてありますね。なぜか突き当たりを右に行ったらいい感じなのかな。はあ、はあ、あ、ちょっと右に行くんやから、あれですね、このまま待ってよ。あ、スーパー三振があるよ。はあ、はあ、こんな感じね。まあまあいい感じで進んできますね。うん。あ、でバロもあるんだ。まあ岐阜はバロが強いですからね。三振もこの辺りは地盤ですけどね。もともとは大垣が富田屋で、バローは岐阜でも、こっちよりはカニとかあっちの方が強かったですよね、多治見とか、うん、ただ岐阜県内は、まあ、徐々に、バローが平定をしておってっていうところで、三振はね、大体この西終わりから一宮からね、この性能地域において地盤を固めてますんで、まあ、ここがやり合っとるなというイメージですね。四日市の方に多いのは三振でね、こっちは三振っていうね。なかなか。まあ、マックは全然違いますけどね、三振ですね。で、ホットモットがありますね。あ、ルーローハンってなんか最近よう見ますね。ホットモットもやってるんだ、ルーローハン。この前、ピアゴに行ったらルーローハンが売ってましたね。そうそうそう。いわゆる豚の角煮ですよね。台湾風の、豚の角煮ってことで、美味しかったですけどね。で、突き当たったところを右に行くってなってましたからね。お、なんか謎の地下通路がありますね。これ渡った方がいいのかな。この先、こっちの方に行くみたいですからね。
ちょっと地下通路渡りましょうか。これは、聖火地下道っていうらしいですよ。結構急だな。お、暗い。まあ、日差しが強いからっていうのもあるかもしれませんけどね。反動ですごく暗く見えるな。よいしょ、よいしょ。あ、なんかこういう画だって昔よくありましたよね。最近やんくなりましたよね。おー、いい感じですね。やっぱ地下道あったら入るわね。これはもううちのチャンネルがね、開設当初からやってるやつですね。で、で、このまんまここ入っていったらいいの？ステーキガスなんかもあるみたいだけど。こっちでいいみたい。で、ここは中学校か。あまり、そっちのカメラ向けるって感じですかね。この先は気止めたからダメか。こっちからスーって抜けていくと、これは何て読むんだ。案件堂？全く見たことのない感じだ。日に安。案件堂さんかな。へえ。で、この道で合ってんだろうな。まあさすがにこれ YouTube で探してもね、これやってる YouTuber さんいねえだろうからな。あ、ちなみにここで鏡島鏡島って呼んでましたけど、鏡島って言うんですね。で、なすごい名前ですね。鏡島前川南すごい、ちょっとした早口言葉みたいになってますね。ここまだずっとまっすぐ行ったらいいみたいですね。そうですね、分析バッチ、分析バッチ、何か解析ができるんでしょうかね。名前がロンタ川ですかね。相当論理的な川なんでしょうね。と言ってるな今日も。まあ、仕方ないね。ちっちゃい頃の夢は宝淳二みたいな大人になりたいでしたからね。ああいう大人になりたいって思ってましたからね。適当なことも言う人間になっちゃいますよね。いろいろありますね。いや、すごいな。ここまで床屋って書いてある床屋さんもいいですよね。今日は第3じゃなかったっけ？あ、第4か。のどかですね。ちょっと道が細いですけど、一応歩道のね、スペースは確保されてますからね。そこまで歩いとって、ね、怖いなというのもないですね。ここは押しボタン押した方がいいのかな。これはまた今日はなんか私ってなんか知らんけど、床屋のこれをよく映してますよね。すごい。もう、このまま歩いてったら、行けるみたいね。あら、便利、便利。あ、こんにちは。もう完全にただの住宅街だからな。普通こういうところオンエアしないからね。どっちに行ったらいいんだ。これでも、地図で行くと。地図だと、ここをこっちに行くみたいになったのね。完全にあの、水干しの、案内からは、それまくってますけどね。ただし、これをこっちで行きたいの？また今ですけど、全然来たことないところですからね。全然わかんねえや。こういう時はスマホのナビがないともう全然わからんすね。車じゃないからまあ気楽ですね。ちょっとね、立ち止まって地図確認しながら出てきますからね。ちなみにこれ本当かどうかは知らないんですけど、
あのアメリカとかだとあのナビで地図出しちゃダメらしいですもんね。あの地図を見ちゃうんで、それで交通事故、あの脇運転につながるっていうんで、あの日本みたいにカーナビで西洋サインの地図をあの出せないんじゃなくて出しちゃダメっていうルールらしいです。だからね、あの3つ先を曲がってくださいとか、そういうような案内しか、できないらしいですよ。あの名古屋の市バスについてるあのナビみたいな感じのやつ、ああいうやつがアメリカ式って聞いたことあるけど、どうなんでしょうね。お、はあ、しかし歩いた歩いた、管理どうしようだもうもはやただの住宅地ね。こんなの郵便配達でもなければよだめいだろうという感じのところですからね。あ、でもこれで堤防に出れるみたいね。公園とかもなかったから、ちょっとそこらで、これで大灘4丁目かな。でもこっちは鍋島、ここは加賀島なんか一丁目なときで、ここも大灘4丁目ってなときで、どういうことなんやろ。ここが分かれ目、分かんねえや、ここではないよね。で、ちょっと地図を見やんと分からん。あ、完全に行き過ぎてる。川を渡っちゃダメみたい、手前みたいね。せっかくこっち前回ったんで、ちょっとここも見ていきましょうか。え、津島神社なんだ。津島さんなんだ。へー。